こんにちは足利市は栃木県の県南部というところで、東京から100キロ程度というところで、まあ、電車でも1時間のところにあるところでございます。で私ども病院では、もう13年前から、逆ボランティアを受け入れております。 ですので、大変私ども病院の中で、ギャップボランティアの位置づけというものが定着してきているところでございます。そして、ギャップボランティアの方々には、まあ、あの先生について医学を勉強するということもありますけれども、もう一つは、足利市にはいろんな市としての催し物があります。ですので、春の催し物、お正月、あるいは秋の催し物と。 いうところでそういうものには積極的に参加していただこうと、それから病院にもいろんな行事がありますので、職員の参加するいろいろな催し物にも積極的に参加して、病院の活動を知っていただこうというところでございます。そしてて、まあ、年間続いいいるというとうころで、まあ、彼女らが今後お 医学教育を受け、大学を卒業されて、立派なお医者さんになる一つの礎に、私の病院がお役に立てればいいかなというふうに考えているところでございます。